DAW レスの鈴木です。ケークウォークティップス動画、今回は特別編ということでソフトウェアの更新について紹介してみたいと思います。ケークウォークは常に開発改良を行われていて、定期的にアップデータが更新されています。ソフトウェアを起動したときに、このように画面の右下に利用可能な更新がありますというふうに表示された場合には、最新のアップデータがある状態です。新しい機能が追加されるだけではなく、従来あったバグが修正されていたりですとか、よりパフォーマンスが良くなっている可能性が高いので、定期的にアップデートを行うのがおすすめです。では実際にアップデートしてみたいと思います。画面右下のアップデートボタンをクリックします。するとこのように管理ソフトであるバンドラボアシスタントが起動してきます。このパソコンの場合、このバンドラボアシスタントも古いバージョンになってしまっていますので、まずはバンドラボアシスタントから更新してみたいと思います。画面内のアップデートボタンをクリックします。ダウンロードボタンをクリックすると、ブラウザが自動的に起動して、バンドラボアシスタントのアップデータがダウンロードされます。ダウンロードが完了したら、これを起動していきましょう。これでバンドラボアシスタントの更新が完了しました。続いて同様にケークウォークのアップデートもしてみたいと思います。画面右上アップスの項目クリックして、ケークウォークの項目のアップデートボタンをクリックします。するとアップデータのダウンロードが行われ、ダウンロードが完了するとこのようにインストール画面に続いていきます。画面の指示に従ってインストールを続けていきましょう。このアップデートのインストールはケークウォークが起動しているとできませんので、このような画面が表示された場合には一度ケークウォークを終了し、再試行を行います。なおアップデートはソフトウェア部分だけの更新ですので、アドオンでインストールしたプラグインなどを再インストールする必要はありません。インストールが完了すると、このように新機能こういうところが変わったよというのを表してくれているリリースノートというものがブラウザで開きます。以上でアップデート作業は完了になります。以前のバージョンで作った楽曲はもちろん最新バージョンでも開くことができますので、その点ご安心ください。また今のバージョンを確認したい場合には、ヘルプのメニューからケークウォークについてというところを見ていただくと、画面の右下バージョンというところに今お使いのケークウォークのバージョンが表示されてきます。またアップデートを確認するというのは起動するときに毎回自動的に行われますけれども、ヘルプ画面の中でアップデートの確認という部分をクリックすると、手動でアップデートのありなしを確認して、このように画面右下にメッセージで表示することができるようになっています。ということで今回はケークウォークのアップデート方法についてご紹介してきました。新バージョンでどんな機能が追加されたかというのも、この Tips 動画のシリーズで紹介していきたいと思っていますので、ぜひそちらも合わせてご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。